ち上げ当たりこないスノッパッカー身内フォーエバーフォーアーコーガーヒューイガーイグジットのパッチパン江原パイセンオリシャス無茶ぶりパチモノマネショー後半編ということで後半はどんなパチモノマネが飛び出すのか、罰ゲームを受けるのは誰なのか、最初のパチモノマネ選んでいきましょう。俺勝ちますよ。もう6ポイントついてますからね。6-0だからね。どんなパチモノマネが飛び出すんでしょうかっていうのを俺も聞きたいんだけどそうですね、うん、普通こっちがなんか提供する側で聞いてること多いねんけど、はい、その俺も聞きたいの。こっちが勝手に出してやるだけだ。どんなのが飛び出すの頼むよ。本当に受けすぎるんですよね、うん、じゃあ行っちゃおうか、うん、これ見たいな。何でしょう。スロットトラブルのスロットトラブルむちゃくちゃ最新だよやば、うん、最後の10ゲームハーレム計画中の10ゲーム内に、うん、あの引いて、うん、プチュンが来た時のその女の子が和田アキ子プチューン来た時の和田アキ子でお願いします。女の子の気持ちよくなるところでけえ。じゃあエロすぎんねんあの演出和田アキ子さんのそれやったかやろ。いやそうかじゃあ、はい、グリーズかかってその、はい、当たったところってことね。はい、お願いします。ガチャンピュンはぁマチは今揺らしてる揺らしてるよ揺らしてる眠りの中完全に当たったこれ誰が使えねんハーレム計画成功してましたよ。ほんまに確実に成功しましたもん。あれ3戦見てられへんやろお前上位入れるまで詳しくて分かんないんだよ。分かんない絶対分かんない結構だわ。いやでもこれパチ愛をすごく感じて、これ1ポイント入れさせてもらいます。マジっすか。アーで行くんだあそこのアーンのとこ。そうあそこのアーンのとこハーで行ったからねじゃあ、はい、ジャグラーでなかなか出なくて、うんタバコの火をジャグラーランプに押し付ける伊集院光さん。天使悪いな。昔のね。昔の伊集院。昔よ。昔のジャグラー今もう吸えないからさ。はい、そうですよね。これなかなか当たんねんだよね。これ本当に俺だから前打ってる時に本当あの20回で30回でだんだん上がったんだけど、これ今何？2200円週。鼻鼻でもこんな。入ったっけ。おおかしいな。ちょっとダメ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 。ネジネジしたネジネジいったタバコで。てか今ダメダメダメ怒られるよ。昔おったヤバい人がジャグラーランプにターボライターとかタバコの火押し付けてたっていう。昔って言っても6、7年前。いややめろやめろお前。また全面禁になる前な。6、7年前で見ましたよ。伊集院光さん怒られるよこんなの。絶対やれへんねん。ジャグラーすらあんまやれへんねんあの人絶対。伊集院光さんの好感度も下げてますからね。そうや黒く溶けてんねんちょっと5の部分が5の部分が黒く溶けてる白い文字がゼロポイント。あーやってしまったどうしようかな。じゃあ俺はパチンコ台のリーチを応援するティモンディこれあります。今ティモンディ高岸ティモンディ高岸も知らない子も出てくる時期だと思います。ああるあります。パチンコの演出を応援する演出中に出てきて応援してくれるティモンディ高岸ですね。じゃあ行きます。はい。あ、始まりました。ティモンディ高岸と申します。よろしくお願いします。あ、どうもちょっと演出に喋りかけてるの。あ、どうも赤保留金保留うん赤カットイン金カットインやればできる恥ずかしい。すっごい恥ずかしい。これ今高岸めちゃくちゃ今恥ずかしいな誰もやってへんしもうこれはもう0ポイントです
初めの高岸はダメです。ダメだったか。素晴らしかった。じゃあ、はい、パチンコ屋に並びから退店までの流れを、はい、布施明さんなるほど、ね、バラより美しいみたいな。いや、君はバラより美しい、ね、で死ぬんじゃない今日、上原さんこれ、ごめん、本音ごめんごめん、分かれへんけどシンキングタイムくれるかなこんなにすぐやるもんでもないそうっすよね。一応ネタとか一生懸命考えていたからそうっすよねすぐやらされる芸じゃないからねあ、分かりました、はい、はい、あります ありますか。ありますあります。あ、マジっすか。あったのよ。じゃあ並びから退店を布施明さんでお願いします。チャ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 富士に起きて店に入って抽選受けて店に入って海物語座ったらあー僕はパパ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 ハマったハマっちゃってるハマっちゃってる何売ってたんだろう。抽選もらって海物語売ってる。頑張ったのに海売って千ハマって千ハマ朝一千ハマもう終わりですってこれ本ネタいけるんじゃないですか。これ本ネタで10ポイント10ポイントやったー素晴らしい川あったがハマったのうまいこと素晴らしすぎる。本ネタでいけんちゃうか今のこれ使えそうな。パチンコ番組でいけるどんな状況でもいけるオープニングものまで使えるどこでも使う。ちょっとこんなとこで歌増えることあるのというわけで最終的なポイントはリンダロ10点カナチン7点よし大まくりやね大まくり。じゃ新ネタできたんで。新ネタできそうなパチ屋をこれで一周回れるんじゃない。全国のパチ屋を、いやパチンコあるあるなんか山ほどあるから。確かにこれ全部布施明でちょっと落とし込むってできるよなというわけで、はい、罰ゲームをするのはカナチン。よっしゃくださいよ。じゃあ罰ゲーム、罰ゲームは江原さんが無茶ぶり。あ、逆にこれいいですか。はい、じゃあEXIT が売れた年にモノマネ紅白でやってたクリス松村さんのモノマネください。クリス松村さんそこでやってください。とんでもねえ空気になってとんでもない空気になってあの先輩全員苦笑いしてたやつです。そういう時にやってた柳田やってください。なんで俺罰ゲーム。柳田後ろにかかってる。いや本当に嫌だ俺2019年 EXIT が売れた年に富士のモノマネ紅白でやってたクリス松村とソフトバンク柳田悠岐お願いします。いかほだ柳田悠岐です。待ってくださいよ。きつこれ本当にテレビでやこんなテレビでやってたやってたんすよ。やってましたよ。でもいかほどってほぼ1個さんやんさんそんなこと言うたら聞いたことないあでも名前言うだけ好き。柳田です。柳田ですソフトバンクの選手、柳田です。結果全員罰ゲームでした、ね、すごいよというわけで次回のミニコーナーもお楽しみに。バイバーイ。カンダムカンダムが俺さっきそれやって終わったんですよ。失格。おめでとう。ナイス。助かった。あぶねー。あぶねー。そりゃそうだろバカ。EXIT の